TBS ドラマプロデューサー、上田博樹氏の元ジャニーズへの発言が波紋、芸能界の闇とは近日、芸能界における驚きの出来事が起こり、多くのファンたちを物議に巻き込んでいます。TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏が、元キング・アンドンスの岸優太の新たな芸能事務所、飛べ、への介入を発表した後、 自身の SNS アカウントで行った発言が注目を浴びています。ファンたちからの反応は賛否両論で、その背後には上田氏の過去の発言も含まれています。上田弘樹氏の過激な発言。10月15日、飛べ、の生配信で。 シユータの新事務所への介入が発表され、元キング・アンドスの平野仕様と神宮寺ユータとの新グループ、ナンバー・アイ、結成の発表も行われました。しかしその後、上田裕樹氏は自身の SNS アカウントで、ジャニーズ事務所を辞めた元キング・アンドスメンバーに対する過激なコメントを投稿しました。彼の投稿には、まあ、人それぞれ、都市会員うがない。是非もない。 ただ、俺は恋解坦、人って、道を踏み外すと顔つき変わる。元仲間が困っている時に、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃない、といった内容が含まれており、これに対して平野ファンからは厳しいコメントが寄せられました。彼の発言に対する批判的なコメントが相次いだことに対し、亀出しは、タイミングは他にあっただろうと、僕個人は思いますけどね。 他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね、と返信しました。ネットでの議論。上田氏の発言はネット上で波紋を広げており、多くの人々がその過激さに疑問を呈しています。彼が背中から切りつける真似、などと発言したことが、元メンバーたちにとっては不快であると感じられたようです。 ファンからの反発が相次ぎ、芸能界における権威的な立場にある上田氏の言動に注目が集まっています。過去の発言も波紋。上田博樹氏は以前、ジャニーズ事務所を退所した元スマップメンバーに対する発言でも炎上したことがあります。2017年に香取慎吾、稲垣五郎。 草号の3人が、アビーマ TV を運営するサイバーエージェントの社長との写真を SNS にアップした際、上田氏は、谷町と桁違いの会食をしているのを SNS で発信しちゃうのは、さすがにリスクが高すぎる気がする。それも含めて本音なのかな。ちょっと心配、と嫌みったらしくコメントしました。 これにより、スマップファンからも批判が巻き起こり、後に党がツイートを削除する事態となりました。上田広樹氏の発言について、ファンや一般の人々からは賛否両論が巻き起こっています。その過激な言葉が、元ジャニーズメンバーたちに対して不快であると感じさせ、彼の立場に疑問を呈する声も多いです。 また、過去の発言と合わせて芸能界における権威的な立場の人々がどれだけの発言の自由を持つべきかという問題が再び浮上しています。今後の展開に注目が集まります。